はい、半魔家の本家の半魔夷王先生です。本魔の貴族ですけども、私は名誉電子工学博士の上野先生です。で、以前はね、そうでしたけども、人間の名誉博士でした。名誉電子工学博士でしたけども、もう越しちゃってまして、その上になっちゃってます。人間の国家試験ではない、もっと上になっちゃってます。でですね、UFO みたいなですね、円盤で、半重力でのね、運用に対してのね、ことをちょっと説明いたします。で、半重力装置というのは、戦艦というか飛行機というかね、ジェット機というか、宇宙船と言いましょうかね、の全体をね、周りの時空間から外しちゃいます。磁力ね、磁力空間から外しちゃいます。そのため強い、超電導で覆うわけですね。そうしますと、ゼロの重量になるんですね。周りとの関係を断つんですね。囲っちゃって、で、それに対しての利点と、それをかけないで飛ばす利点というのがあるんですね。で、それで、ね、推進、重力を外して、周りに、ね、落ちちゃって、周りとつながりを外しちゃうんですね。大きいもの、ね、重量が重たいものに引かれるという性質があるんです。ね、これに対してですね、それをそのにね、とらわれないように半重力にする方法で、ただ半重力っていうんじゃないんですね。宇宙船を周りを全部シールドしちゃうんですね。隔離する層を作るわけです。大きいもの、重たいものに引かれるという性質ですね。重力、地球にいたら地球に座れますからね、その重力からのにね、光でも電波でもね、受けると何か作用しますでしょ。ね、光とか熱になったりとかね。それをね、関係なくしちゃうんですね。折っちゃうんで、周りを全部折っちゃうんですよ。で、それにね、反応しなくちゃうわけですね。で、その利点っていうのはね、それするのにかなりエネルギーかかるんですね。だから原子炉がないとダメなんですけど、パワーのエネルギーのね、が必要なもんですからね。で、ただね、それで高速に飛ばす場合はね、非常に有利、エネルギーの節約になるんですね。また低速に飛ばすときはすごくエネルギーがかかるんです。一旦そのね、シールドというのをね、半重力にするためにかなりパワーがいるんですね。そのためね、低速で動かすんだったらしない方がいいんですよ。だけども高速で移動する場合は、ものすごくそのね、半重力してなかった場合、ものすごくエネルギーがかかるわけですね。だけども半重力化シールドかけた、電磁シールドでね、かけた宇宙船は、その無重力化とともにね、周りから離してるんで、高速で飛ばしても影響が、
全然変わらないんですね、エネルギーの消耗がぐらいになるんですね、効率よくやっていくとね。そんな関係で、例えば火星までもう光の速さでうまく開発していけばできるわけですから、もうほんのちょびっとでいっちゃうんですね。外国に地球の裏側行くったって1秒で行けちゃうしね。で高速移動の場合はだから有利なんですね。だけども長距離とかね、短距離低速移動ではその無重力化でね、推進するのがものすごいエネルギーかかるっていうのは、だからその別にまたそのカバーというシールドが必要なわけですよね。だからその部分大変なね、エネルギーいるんですよ。で現在できてるということでね、完成されててもう20機作ってるらしいですけども、本当だったらね、まあ本当だとは思うんですけども、理論が合ってると思うんでね、本当だと思うんで、で ただ通る時にレーダーとかで一回障害物がないか調べないと、そこの通行をまず見ないといけないですね。一瞬してそこの間を飛ぶんで、もし物質が何かあったりしたら、もう弾丸以上のがね、塵がね以上のものですから、それに当たったら壊れちゃうんですね。だから全員死んじゃいますから、ちょっとでもあったらね。それをね、最初にレーダーで調べる必要があるんです。飛ぶ、一瞬して飛びますから、その間で、そこに塵でもあったらもうおしまいなんですね。ちっちゃな塵が1個でもあったら助かる。